サムスピーゲルは、アメリカ合衆国の映画プロデューサー。1940年代から1950年代初めまでは、SP イーグル名義でクレジットしていた。旧、オーストリア・ハンガリー帝国内がリツヤ・ロドメリア王国、ヤロスワフ生まれ。ユダヤ人で、父は、タバコの卸売人をしていた。ウィーン大学卒業。1927年、ハリウッドに仕事を得て渡米。 その後ベルリンに渡り、ユニバーサルピクチャーズ映画のフランスドイツへの配給を担当するが、1933年にナチス政権が誕生するとドイツを離れ、メキシコを経て、再びアメリカに渡った。1950年代から、ハトバ、戦場にかける橋、アラビアノロレンスなどの名作のプロデュースを手掛けたことで有名となる。ヘブライ語、ポーランド語、英語、ドイツ語、 フランス語、イタリア語、スペイン語の7カ国語に堪能であった。1985年12月31日、自然史を遂げた。84歳。1996年、エルサレム映画、テレビ学校が彼の名にちなんで、サムスピーゲル映画、テレビ学校と改名された。ありがとうございます。